山田和弘は日本の画家、サロンドートンヌ会員、大分県釜江町出身。1903年に設立されたフランスの美術展覧会、サロンドートンヌ展での発表をはじめ、欧州、ニューヨークで作品を発表。2019年に6大陸世界73カ国4300点超えの作品を対象に開催された、 アメリカ合衆国アートリニューアルセンターが主催する、写実絵が世界公募展、14th インターナショナルアークサロンコンペティションにおいて、日本人初のチェアマン、エスチョイスアワードを受賞。2019年12月6日、スペイン・バルセロナのメイム、ヨーロッパ近代美術館でも様された、アーク授与式の様子2016年6月に、 開催されたコルシカ美術商店の開催地となったフランス領コルシカ島バスティアの長望2020年10月にフランスパリのラゴルディーデールヨーロッパで開催された展覧会関連動画 YouTube2020 年8月に東京国立新美術館で開催された国際展覧会関連動画 YouTube2020 年7月に米国サザビーズを通じて配信された インターナショナルアークサロンエキシビジョンアットサズ PS でのメッセージ動画 YouTube2019 年12月にヨーロッパ近代美術館でも様された 14th インターナショナルアークサロンコンペティションの式典 YouTube2019 年にヨーロッパ近代美術館で開催された式典翌日のインターナショナルアーティストパーティー YouTube2019 年に開催された 14th インターナショナルワークサロンエキシビジョンアットメイムの展示会場関連動画 YouTube2019 年にフランスパリで開催された国際展覧会サロンドートンヌ 2019YouTube2018 年にフランスパリで開催された国際展覧会サロンドートンヌ 2018YouTube2017 年にフランスパリで開催された国際展覧会 サロンドートンヌ 2017YouTube2016 年にフランスパリで開催された国際展覧会サロンドートンヌ 2016YouTube2016 年にフランスコルシカ島バスティアで開催されたコルシカ美術商店関連動画 YouTube ありがとうございます